はいどうも、皆さん、こんばんはです。ちょっと遅れちゃったんですけどね、どうもです。でまあ、今日ね、ちょっとあの、LINE を見たらですね、着物さんからですね、まあ、着物さん、あの彼女がいたんですよ、彼女がね。僕も一度会ったことあるんです、まあ1度。2度、3度ぐらい会ったことあるんですけど、まあ、彼女がいましてですね、でその彼女がですね、 本日、過疎配信者に寝取られたそうです。<laughs> イエイ <laughs> いやー、まあ見たいっすね。うん。あの女やるなーと思ってで。これって誰かとか言ってるんですか着物さん。ちょっとそ、その、なんか寝取られたみたいな配信はしてたみたいやけど、誰とは言ってないんかな。誰とは言ってないやったらちょっと俺が今ここで言うとね、あんま良くないんで、言いませんけども。 うん、ああ、言ってないんだ。じゃあ、ちょっとやめとこ言いましょう。勢いで言いそうになったけどね。うん。いや、まあ、もしかしたらみんな知らん人かもしれんしね。うん。うわあすごいなぁと思って。はい。僕はね、なんかあの、彼女なんですよーとか言って、言われた時に、へえこいつ彼女いるんだーと思って。うん。なんか、ムカつくなぁと思ってたんですけど、今日なんか寝取られたらしいです。ホテル行ってたらしいですよ。すごいね。相手は知ってたかどうか気になるよね。その着物の彼女なのかっていう、その人が。 その人着物の彼女なんかなっていう。その、ねえ、あの着物の彼女活動者だからさ。あれこれもこれ大丈夫これ。<laughs> まあ大丈夫なんかなって。知 <laughs> らんけど。<laughs> そうそうそう。で、それでまあ俺もね、何度か会ったことがあるんですけど、うん、まあ可愛らしいかな。まあ俺はタイプじゃないけどね。俺がもし告白されたら普通に断るタイプレベルやけど。<laughs> <laughs> 人の彼女だからね <laughs>。それはまあ人好みがあるからあれやけど <laughs>、俺がもしね、これごさん付き合ってくださいと言ったら無理普通に無理うんどういうことみたいな。なるレベルやけど、まあまあまあ、それは人の好みです。ね, <laughs> ねえ、まあで、それで、なんかあの、寝取られたとか言って、今日から活動休止になったらしいんですよ。で、まあ別にそれはなるのはいいじゃないですか、勝手に。もう勝手にするよって話なんですけど、なんか LINE が来てて、これさ、 <laughs> いやもうど俺どうしたらいいか分かんよないみたいな、なんか、なってて。そんなん、俺やったらよ。俺やったら、もう、浮気されてしね、もう、もう今日、本日をもって、もう彼女じゃなくなると。だから、俺だったら、その過疎配信者と、彼女を晒す。晒して叩き、のめすぞって、<laughs> 言ったんだけど、なんか、うん、あんまり、なんか、そう、乗り気じゃないみたいで。 いやじゃあ、お前どうするんだと。じゃあ、浮気をそのゆ許すのか許さないのか、じゃあ自分の中で決めろよと。でどっちかじゃない。な許さないでも別れるんやったら、もうそっちのルートしか、許して、ま,あ、またより、よりを戻すというかで。俺やったら絶対無理やけどね。自分の彼女がさ、なんかしかも全然大して人気じゃない、配信者のチンコが入ったとか、無理なんですけど、普通に。ゲロ出るんだけど。俺やったら絶対別れるけどね。<laughs> マジで。嫌だけどな。 しかも、イけカテでしょどうせ。どうせ、仮想のさ、r 子がなんかやったんやろくちゃ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 ーっ,つって。うーん。マジで。ちょ、本人呼ぶか。確かに本人ちょっと、呼びますか。<laughs> え, <laughs> ええー、呼ばない方がいいかな。うん。えー、呼んだらちょっと、あれか。かわいそうか。さすがに。うん。あ、で、そう。で、着物からね。あの、まあ、とりあえず、これさ、ほんと、 飯行きましょうよとか言って。着物ね、なんかね、もう都合がいいんだよ。なんかやん、やむ、やむと必ず、飯行きましょうとかう。これ前もそうだったの。着物が、あの、今はちょっと YouTube、まあまあ成功してるじゃないですか。でも、そう、YouTube 成功する前とかも、な、アドバイスが欲しいだなんだとか、飯行きましょうとか言って。で、俺はね、もう、あの、飯とか行っても意味ないからって、もう突き放したんだよ。え、飯行ったところで変わんなくないって。お前のその気持ち変わんのって、俺と飯行ったぐらいで。温泉に行こうぜって。<laughs> 俺が行きたいだけなんだけど、多分ね。<laughs> 温泉に行こうぜっつって。もう意味ないから、飯なんかお前とさ、飯なんか食ってもさ、なんも、ねえ、こ、癒されねえよって話で、飯なんか食ったとこで。ただ二人ともね、ブクブク太るだけじゃんっていうことで、温泉に行ってね、いや、温泉ね、みんなね、馬鹿にしない方がいいよ。あの、自律神経をね、の乱れとは改善されるからね。いや、まさに心の傷を癒せるのは温泉しかない。 うん。本当に。だか温泉に行こうぜ、つって。ね行きたいとこじゃあゆ、言っとけって言ったら、LINE で、俺、知らないんで、コリさんのおすすめお願いします、とか言って、ふざけんなって話で、今、未読無視してます。はい。<laughs> 俺のおすすめの温泉があったとしても、そこ、着物と一緒に行きたくねえな、と思って。誰かさ、あの、自分の彼女が仮想、キャス主に寝取られた時に、行く温泉、知ってる人いる <laughs> ね、うん、寝取られ、寝取られになんか効果、効果がある。寝取られに効果がある。なんか温泉なんか、誰か知らない川川あ,あ、川でいいか。確かに。なんかそこへの爪で、とかドブ、どぶ、あいつどぶでいいんじゃないの沼とか。沼なんか放り込めばいいじゃん。あいつぶ、エるやし、本で。着物。着物エるやし、沼とかでいいやん。これ、これさん、助けてくださいとか言っても。いや,いや、らないなしなしな、一人で帰れつって。<laughs> まあいいじゃ本人呼ぶわ。うん。ああ、着物 いや、ちょ、あの、いいからもそうめんへんわけ、キモいから。いや、もう、ええから、お前、な、なんなの、い<や>もう、なかなかめ,めめしんだった、お前。いや、もう、そうですう。ん。お前はやっぱり寝取られていや,いや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 。<laughs> いや、お前さ、どん、何、女に、女に寝取られちゃったの、はい、いや、そう、そうですね、うん。お前さ、でも、お前みたいなブサイクがさ、 彼女いるだけで、奇跡みたいなもんなんだからさ。<laughs> なもう、諦めろって、もう次の女行こう、次の女。おかしいだ <laughs> やいや <laughs> いやいや、ちょっとお母さん、どんだけ泣いてるのうわ帰らない本当に。いや、もう、だから <laughs>。 いいからもう新しい女行こうって。<laughs> やっぱ未練が出 <laughs> <laughs> ちゃってる、ね。うん。ね。皆様、これ着物さんです。はい。はい、うん。<え>まあ寝取られてちょっと頭おかしくなっちゃってますからね。<笑><笑>いやいやいや、<laughs> どういうこと <laughs> ちょっとやめて、本当にに。呼吸困難になってしまう、マジで。はい、すいません。はいえ。で、その、

まあ、しゃあないね。うん。はい、まあ、もう、彼女との、だか思い出のものとかも全部、今日、捨てようよ、全部もう。めんどくさいからあ。あの、あいつのディルとか全部するんで、ほんに。ディル。ディル。あっ。何ディルっていや、ちょっと待って、あの、僕は、その、使ってた、完全にやってたものを、ちょっと、捨てちゃダメかなって。うん、何ディルってディ,ディルドですね。あ、ディルドディルドね。はい。うん、はい。ディクダを。 で、ポケガメンくん、どうなの、着物が、なんか寝取られたみたいだけど。いや、いや、本当に。ざまあみろ。いや、本当に。いや、もう、僕にさんざん言ってる、セラちゃんのこととかね。言ってる、もう、ざまあみろって感じなんですよ、もう、本当、僕にやってみれば。いや、そうだよね、もう、ずっと言われてましたもんね。とか言ってたんですけど。うん。そういう覚醒量、やった、わけじゃないですか。ざまあみろって感じですね。うん、いや、よかった、じゃ、着物不幸なって、めっちゃ嬉しいってこと。 いやもう、そういや、うしいですよ、そりゃ。いや、もう、嬉しいね、あいつ。いや、そうなんです。やっぱ、罰が当たったね。いや、もう、ポケガメンくん、さんざん着物に悪口言われてたからね。そうなんです。だから、嬉しいじゃないですか。さっきの子はう、三つぐらいのね。てか、着物の彼女なんか寝取ったの、ポケガメンっていう話もあるんだけど。え、こうさん、実は本当に、尊敬を、本当にすみません、ありがとうございました。<laughs> <い>や,やらせていただきました。うわ。<当>お前、クソじゃん。 いやいや <laughs>、やっちゃったんすよ。えゴミじゃん、これ。あ、でも、まあ、一日後に捨ててやりましたね。<笑><笑>はーい。え、着物おい。え、なんか、ポケカメらしいよ。なんかね、撮ったの。えー、ゴジスかあいつあの、バイコンでありますホントに。<笑><笑>もうぐちゃぐちゃじゃん。<laughs> ぐちゃぐちゃじゃん。本当に。まあ、じゃあちょっと、<laughs> えー、99%お悩み解決のナボ。 いやなんか思うんだけどあの全部キモノ君とか悪いよね寝とられちゃう男も男だしね <laughs> いやそうだから <laughs> ああやっぱそういう考えなんですねいやそういう考えだよね普通に <laughs> いやなんかサウナ行こうよキモノ君 <laughs> <laughs> ああじゃ行ってらっしゃいあいやえじゃじゃあわりに本本,本物が一人もおらんっていうただのすんげー妄想話だから、ね、ただのマジで <laughs> ずーっと妄想話してるだけだからね、本に言わずに。まあね、あの、休止中ということで、温泉行ってくるわ。まあでも10月なんかさ、その10月1日、台風が東京に直撃するっていう話があるんだけどね。うーん、なんかもうほんと不幸だな、俺。10月1日、あの、やっとね、できるあの、誕生日配信なんですけど。10月1日、台風がなんか直撃するだなんだとかっていう。いや、まあちょっとまだわかんないけどね。またずれるかもしれんけども。いや、ついてないよ、本当に。もう多分誕生日、 言わない方がいいんだ。言わうなってことなんやろうな、多分な。いやー、まあなんかだからね、ちょっとあの、サブ垢でいいんで、みんなのおすすめの温泉、あの、教えといて。うん、ほんまに。おすすめの温泉。どこでも行くから。車で4時間ぐらいのとこやったら、4時間圏内、どこでも行くから。俺は。 ああ、でね、あのー、よく僕がね、まあ、よくではないけど、名前出したり、たまに絡んだりするね、えー、ポケ画面くんの、えー、YouTube のチャンネルがバンされて、そしてね、着物くんが、結婚を前提にお付き合いしてた彼女と、彼女に浮気されたということでね、うん、僕がよく名前出す、クソ配信者どもが不幸になってるっていうね、いい気分だねー <laughs> まあでもどうせ帰ポケハイのチャンネルはどうせね復活するからあれ。絶対。なんだっけタイピー日記と一緒だよ。どうせ復活するから。すぐ。そう。で、なんかあの、着物がね、ずっと配信やってないんだよ。で、今日なんか LINE が来てたから、で、昨日さ、鬼滅の刃の映画あったでしょ見たみんな昨日の鬼滅の刃の映画。<laughs> 見ました見たあの、最後に、あの、上限のさんと煉獄さんが戦う時に、鬼になれ、教授論って言うでやろ で、着物が、LINE が来てたから、鬼になれ着物って送ったの。これどういうことかっていうと、着物は未だにね、その自分の彼女の名前とか、浮気相手の活動者の名前言ってないの。だから俺が、鬼になれ着物詰めてを潰せみたいなこと言ったら、着物もなんか、あのー、理解したのか、俺鬼になります頑張りますっつって、あいつ鬼になりました。た <laughs> きつけ。多分、多分近々名前出すんじゃねいか、あいつ。鬼になったから。<laughs> あいつ、近々、俺も完全に鬼側やから、俺。俺、まあまあなやつを鬼、鬼化することに成功した。<laughs> まあまあなやつを。まあまあ強くなってくれるんじゃないか、鬼になって。い <laughs> やい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 や、俺は鬼側やから。いやいや、てか俺の趣旨は全員鬼でしょ。どっちかっていうと。いや、でも鬼滅ね、12月でしたっけいや、楽しみだな、ちょっと。ああ、そう、無残無残。そうなんですよ。ねかわいそうに、しかし。うん、でも結婚を前提に付き合ってた、 彼女に浮気されるのはちょっと辛いな、マジで。うん